皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの加速と申します。フジテレビ、ザ・ノンフィクション、上京物語2024、シェフと父さんのケーキ後編ということで、ブラックシェフが登場してですね、前編、久しぶりに楽しみだなという感じで終えましたけれども、後編は全く中身なしということで、全く見る価値なしです。まあ、本当にノンフィクション、なんか全然面白くなくなったなっていう感じですよね。全然まとまりがなくて、何を言いたいのかもさっぱりわからないという感じで、まあ後編の内容を簡単に紹介しておきます。中身全然ないです。東京・千歳烏山フランス菓子店、ラ・ビ・エ・ユ・フランス。もう覚えられない名前つけるなみたいな話ですけれども、行列ができるお店なんですけれども、まあ、シェフがブラックということで、けなしてなんぼ褒めないって言って、マスクなしで厨房で怒鳴り散らしてると。みんなマスクつけてるのに、シェフだけ、マスクつけずに作ってる最中にこうやって作りながら、何やってんだお前、そんなことわかんねえのかみたいな唾を飛ばしまくってると。ケーキが美味しそうに見えても唾を吹きかけてる、マスクぐらいしてくださいよっていう、そんな基本もできないんですかみたいな話なんですけど、それ以上の情報はありません。で、まあ一応その番組内で、一応取り上げられてるのが、両方とも実家がケーキ屋さん、山形から来た金野さん、それから長崎から来た草野さんということなんですけれども、長崎から来た草野さんは長崎に行きたくないって言った彼女と別れるって言ったんですけれども、やっぱり彼女と結婚したいということで長崎には帰らない。以上ですということで、誰だよお前っていう。これを特集するんだったら草野さんに密着すればいいだけの話ですよね。全然の、なんかもうブレブレですよ、この番組ね。それから山形から来た金野さんっていう方ですね。まあ持ち前の鈍感力で怒られても忙しくても平気というですね、非常に変わったキャラ。だから何以上っていう感じです。まあ本当にひどいですよ、このノンフィクションの後編。前編ちょっと期待したんですけど、あまりにも内容がなさすぎのひどい回答。で、あまりにも内容なさすぎなのに、なんかシェフと弟子の絆は、うんたらかんたら、レシピにはないなんか秘訣ですみたいな、そんなのいらないよ。無理やり落ち着けんなよっていう話ですよねってことです。ということで、本当にひどかったノンフィクション、そろそろ見るのやめようかなっていうぐらい、もうどんどん内容がつまる、時々当たる回があるので、毎回見てますけれども、まあ本当ひどいですねということで、ノンフィクション、まあ、かつては面白かったんですけどね、なんかノンフィクションも、そろそろ番組終了してもおかしくないんじゃないかっていうぐらいつまらなくなっているということが分かった回だったんじゃないかなというふうに思います。